俺はダシャ、インドボパールの農薬工場で働いている。そっちのバルブを閉めておいてくれ。はい。ついでに麻袋を片付けておきます。12月3日、その日は例年通り肌寒い朝だった。この工場で働く人も随分と減った。新しい人は入社してこないんですかね。バカ言え、こんな不景気な赤字工場に誰が入るってんだ。そうなのだ。この工場は創業以来ずっと赤字続き。不景気なんてもんじゃない。工場が作られると決まった時から周囲の反対は強かった。農薬なんか買う金ねえよ。干ばつでどこの農家も大凶作だ。気候に恵まれない日が続き、ボパール一帯の農家は衰退。そりゃ反対されるわけだ。だがそれでも工場は作られた。国の発展だとかそういう難しい話が絡んでるんだろう。今日からここで働くダシャです。よろしくお願いします。俺は正直働けるならどこだってよかった。植えなければなんとかなる、そんな程度の気持ちさ。ところが農家が買ってくれない農薬なんか意味がなく、工場の経営はどんどん傾いていった。え、今月の給料これだけっすか。我慢してくれ、俺らも給料減らされてんだ。不満はそりゃあったが、クビになるよりマシだと思って働いた。次第に俺以外の同期はみんな辞めていった。実家の旗織りを継ぐことにするよ。俺も隣町の親戚んちの手伝いだ。みんな。俺は行く当てがないから、人気がなくなった工場で働き続けるしかなかった。その後本格的に工場は農薬の生産を中止することになった。これからは原料と工場内の管理を頼む。わかりました。景気が悪いんじゃ仕方ない。俺はそれからほぼ清掃係になった。次第に残った人員の態度も荒れてきた。あ、先輩、ここでタバコ吸ったらダメっすよ。いいんだよ、どうせ仕事ねんだから。ああ、確かに言われた通り張り合いのない仕事だ。こうして俺も次第に仕事をサボりがちになった。そんな状態が続いた12月3日の今日、事件は起こった。おはようございます。おっす。ところでなんか変な匂いしねえか。匂いっすか。よく嗅いでみると確かに妙な匂いがする。なんだか嫌な予感がする。先輩、俺ちょっと原料庫見てきます。おう。原料庫に一歩ずつ向かうたび匂いが強くなる。嫌な予感はドンピシャかもしれねえ。原料庫の扉を開けて俺は思わず後ずさった。ほっそ、缶から何か漏れてやがる。目が開かないほどの刺激臭。これは相当やべえことになったぞ。かろうじて見えた缶のラベルにはイソシアン酸メチルと書かれている。これは逃げないとまずいぞ。漏れた液体はすでに霧状になって部屋に渦巻いている。ドアを開けちまったからもう止められない。俺は急いで工場中の人に避難するよう伝え回った。劇薬が漏れた。早く逃げないと死ぬかもしれない。何？全員避難だ、急げ。俺たちはダットのごとく工場を捨てて街中に逃げ出した。しかし時すでに遅し。走って逃げる俺は何かを踏む不快感で飛び上がった。いや、ぐにゃっていたぞ今。これ鳥？なんと俺が踏んだのは鳥だった。しかもすでに死んでいたようで血の混じった泡を吹いている。鳥を死に至らしめたのはきっとあの毒霧だ。ここも相当臭くなってきたな。俺はひたすら工場から離れるように走って逃げた。人をかき分け時には投げ払い、なんとか助かろうとした。それから間もなくして後ろの方から悲鳴が聞こえ始めた。あ、目が焼ける、いてよ。うるしい。畜生、もう毒霧がここまで迫ってきてるのか。俺はネズミや猫の死骸を横目に逃げ続けた。くそ、人も倒れてる、足の踏み場がない。道には動物の死骸だけではなく、もだえながら人々が倒れ重なり合っていた。町の端まで来た時、俺は振り返ったことを後悔した。なんじゃこりゃ。町の空全体が毒霧に覆われ視界は最悪。人々の苦しむ声と子供の泣き声がこだましていた。町の境まで行けば助かるはずだ。よし、あと少しだ。あともう少しというところで俺も毒霧の餌食になり気を失った。次に目が覚めた時、まず見えたのは見知らぬ天井だった。ここは先生、意識が戻りました。どうやら俺は運よく病院まで運ばれたらしい。喉が焼けるように痛いが、声も出るし目も見える。医者が近づいてきて俺を診察しようとしたため、俺は我慢できずに問い詰めた。工場はどうなった、町のみんなは。医者はため息を深くつくと悲しげな瞳で俺を見た。君は3日間昏睡状態だった。それでも運がいい、あの劇薬のせいで2万人近くが亡くなったんだ。な、医者が見せてくれた新聞によると、工場管理を任されていた上司数人が管理不十分で逮捕。工場は封鎖されたが、劇薬の浄化が間に合わず、数えきれない命が犠牲になったと。俺はそれから1週間で退院した。しかし、目が痛い。お母さんの顔が見
わいそうな子。町は後遺症に悩む人や遺族であふれ返っている。死の町ボパール、誰かがそう呼んでいるらしい。